モーレ、どうも、パソです。もう、なるべく短く。まあ、奄美に来る人、この到着口から降りてきます。で、降りてきたら、まっすぐ、もう外に出れる出口があって、降りたらここら辺に、レンタカー会社の方とか、ツアーガイドの方々が、ここに、何々様、そんな看板持ってるんで、ツアーとかやってる人は、そちらの方に。まず、この正面、もう、バス乗り場っていうところに向かうのではなく、左手に総合案内所。皆さん、まずこっちに来てください。路線バスの時刻表だったり、ホテルとか飲食店のパンフレットが置いてあるコーナーがあるので、降りたら左手側、情報コーナーのパンフレットを取ってみてください。レンタカーや大体この空港出て1本目に降りてすぐタクシー乗り場もあります。今バスっていうのが走ってるんですけど、非常にね、見にくいんですよ。エリアの名前がそんなわからないんで、そのためにも先ほど言った時刻表を取って、こっちに空港、着いたら情報を収集して、それから観光に行ってください。